皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今回は日記の動画です。これミリアンペアをアンペアに直す簡単な方法を教えてくださいというコメントをいただきましたので、その返事としてこの動画を作っています。この時知っておきたいのは、1アンペアが何ミリアンペアか、これはしっかり頭に入れちゃってくださいね。1アンペアは1000ミリアンペアです。この1アンペアは1000ミリアンペア、これを使ってミリアンペアをアンペアに直していきます。例えば400ミリアンペア、これは1000のうちの400、こう考えます。そして0の数だけを上と下同じだけ消します。2つ消すと10分の4ですよね。この時これを約分しないでくださいね。この10分の4というのは小数の10分の1の位、つまり小数第1位ですね。これが4だという意味になりますから、10分の4は 0.4 になるので、400ミリアンペアは 0.4 アンペア、このようにミリアンペアをアンペアに直すことができるわけです。では25ミリアンペアはどうでしょう。同じように1000分の25にします。この時消す0はありませんから、このままです。そしてこの5というのは1000分の1の位、つまり小数第3位が5、その上の25の2ですね、2はこれ100分の1の位が2、小数第2位が2ということですから、これ1000分の25は 0.0、 100分の1の位は2、1000分の1の位が5となって 0.025 となるので、25ミリアンペアは 0.025 アンペア、これをに直すことができます。同じようにあと2つやってみましょう。160ミリアンペア、これは1000分の160と、このように書きます。0を1つずつ消すと100分の16になりますよね。これ100分の1の位が6、つまり小数第2位が6、そして1はこれ10分の1の位が1、小数第1が1ということなので 0.16 アンペア、160ミリアンペアは 0.16 アンペア、このようにミリアンペアをアンペアに直すことができます。3ミリアンペア、これはどうでしょう。同じように1000分の3になりますね。これは取る0がもうないので、このままで、この3って1000分の1の位なんですよ。1000分の1の位が3、つまり小数第3位が3ですから 0.003、 3ミリアンペアは 0.003 アンペア、このようにミリアンペアをアンペアに直すことができるわけです。質問をしてくださった方、こんな説明でいかがでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。